おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はオート炎上その11を紹介します。この動画は新刊21巻をより楽しむための復習動画45本目です。前回までの動画を見ていない方は、再生リストの点すら復習動画で一気にできます。漫画勢やアニメ勢の方にとっては、ネタバレになりますので、注意して、ゆっくりしていってね。前回までの流れ、日向は正幸に救われ、ニコラウスの回復呪文で復活、日向 VS ライナーの戦いが終結しようとしていた。前回の一部、死になさい、デッドエンドレインボー。日向は幽霊な動きで、的確にライナーを奪った。一撃一撃が激痛を伴い、ライナーを苦しめる。この程度、痛みさえ我慢すれば。グラオーン。精神が壊されているのだから、我慢できるはずもないのだ。そもそも、ライナーの肉体面は凄まじく強化されていても、精神面は未熟なままだった。精神生命体であるファントムを吸収していようとも、心の守りが強化されているわけではなかったのである。助けてくれ、ベガさん、痛みが消えねえんだ。ライナーは受けたダメージを回復させようとしたのだが、心の傷までは癒せなかった。そんな権能を有していないから当然なのだが、普通のあまりパニック状態になったライナーは、激しい恐怖と苦しみによって正常な判断力まで失ってしまったのだ。しかも、下手にスピリチュアルボディが増大してしまっていただけに、苦痛を味わう時間が長くなっていた。それはもう、死んだ方がマシと思えるほどで。ここから本編。戦い始めた当初、アリオスとメインでやり合っていたのはベノムだった。残る3名は補助に徹して、アリオスを牽制していた。マサユキはベノムの光線を眺めつつ、腕を組んで立っている。正直、戦いを眺めているというよりも、ただ突っ立っているというのが正しい表現だ。時たま生じる発光が、戦闘が続いている証明のようなもの。それを目で見て理解するなど、マサユキのにとっては無茶な相談だったのである。目で追えるような速度ではなく、何が起きているのか理解するのも不可能だった。ただ格好をつけて、見えているふりをしているだけである。っていうか、あんなのどうしようもないよね。邪魔になってはいけないと、戦闘は完全に他人任せであった。正幸はもはや、自分の実力を正しくわきまえている。悟りすら開こうかというレベルなので、恐怖感も薄れている状態なのだ。それでも、怖いものは怖い。正幸は恐怖を紛らわすように、幸せな記憶を思い出す。そう、それは右手に残る感触。日向の胸の柔らかさとぬくもりの記憶だ。そりゃあさ、グリンさんは頼まなくても揉ませてくれるだろうけど、そうじゃないんだよね。なんか後が怖いし、ちょっと違うかな、って思うよね。その点、日向は素晴らしかった。かなり怖い思いもしたが、不可抗力であると許されたのだ。これでもう、高校の憂いはない。後を気にすることなく、幸せな気分に浸れるというものだった。そうした正幸の幸せ気分は、本人も自覚せぬままに、その場にとてつもない影響を及ぼしていた。正幸の願いに応えて幸運補正を付与するというラッキーフィールドが、正幸に味方する者全員に対して絶大なる加護を与えていく。この世界の真理に到達した。アルティメットスキル、真なる英雄の本領発揮であった。そんなわけで、ベノムたちは比較的有利に戦闘を進めていた。ベノムは気負うことなく、まるで散歩するかのように攻撃を仕掛ける。ブームエネミー。ベノムの両手の爪が漆黒に染まり、長く伸びていた。その爪の表面を細く振動させて、あらゆる物質を分割する波動を発するアーツだ。きっと舌打ちして、アリオスが回避する。が、それで終わらない。甘いな。というつぶやきを置き去りにして、ミニッツが体勢を崩したアリオスを狙い撃つ。実に不自然に体を傾け、重力や慣性を無視して砲弾のように突進したのだ。ユニークスキル、おごるものによって、アリオスまでの軌道を調整し、障害物のない道を形成した。その上で、自分の足の下で空気を圧縮、爆発させて水力を得ていたのである。ミニッツは一瞬にして最高速度に到達し、アリオスに構える隙を与えず連撃を加えた。ザコが、調子に乗り上がって。顎に頭突きをされ、腹に膝蹴りを叩き込まれたアリオスは、憤怒の形相でミニッツを睨んだ。だが、アリオスにはそんな余裕はなかったのだ。暗殺なら私も得意。黒い閃光が光り、アリオスを切り裂いた。完璧な音量で隠れていたジウが、アリオスの意識がミニッツに向いた瞬間を狙って仕掛けたのだった。たまらず身を引こうとしたアリオスを、輝く稲妻をまとった槍が貫いた。サンダーレインを凝縮して双術と融合させた、バーニー必殺の一撃である。俺のことも忘れてもらっちゃ困るよ。アルティメットエンチャント、オルタナティブを失ったとはいえ、一度は身につけた剣能なのだ。バーニーは皇帝マサユキのために役立とうと努力して、ある程度まで以前の力を再現できるようになっていたのだった。それは、ジウも同様である。ちなみに、ミニッツは以前よりも強くなっているのだが、まさに戦いが好きと豪語するだけあって、経験を積んで吹っ切れた感じであった。性格異常者ほど強くなるのは、意志の強さと関係があるのかもしれない。そんなことを思うバーニーなのだが、それを口にするほどバカではない。ここは素直に、強い仲間は心強いと考えているのだった。
そんなわけで、存在地では比較にもならぬほどの強者であるアリオスを相手に、4名は前線を繰り広げていたのである。しかもそれは、アリオスが本気を出しても変わらなかった。ここで遊んでいる暇はない。本気を出してやるから、覚悟するがいい。ご丁寧にもそう宣言したアリオスの手には、いつの間にやら二振りの短剣が握られていた。ゴッツの二刀流が、アリオス本来の近接戦闘スタイルなのである。いまいましい奴らめ。中途半端な実力しかないくせに、この俺の邪魔をしやがって。と、憤るアリオス。これならば手間取ることなく雑魚どもを処理できる。と、アリオスは信じて疑わなかった。それが油断だったのは、次の攻防で判明する。神速の斬撃がベノムを襲い、かろうじて受け止めた黒爪を断ち切った。あらゆる物質を切り裂く振動も、ゴッツの前には無力。そう見えたのだ。当然の結果ばかりにアリオスは表情を変えず、ふっと笑ってベノムを見た。それは、虫でも見るような目つきだった。これが貴様との力の差だ、とばかりの得意げな顔だったのだが、それはありえぬ事態により歪められる。アリオスの両腕に痛みが走ったのだ。はは、ざまあ見やがれ、運が良かったぜ、まさか2本も刺さるとはな。というベノムの指摘通り、アリオスの両腕には1本ずつ黒爪が刺さっていたのである。アリオスは自身が圧倒的な上位者であるとおごり、ベノムたちが格下であると見下していた。それなのに、敵図を負わされたのだ。さっきまでは本気ではなかったが、今回はそうではない。油断もなかったと断言できるだけに、アリオスの心にも焦りが生じていた。貴様、これを狙ってやったとでも？まあな。ちょっと難しいかと運頼みだったか、今日もついているわ。一本でもかすれば御の字と思ってたぜと、ベノムは隠しもせず本音を語った。そう、マサユキと行動を共にしていると、毎日幸運に愛されているのだ。女にもモテるとか、ギャンブルに勝てるとか、そういう類の運ではないので実感は乏しいものの、やることなすこと、想像以上にうまくいく感じがしていたのである。ふざけたやつめ。もう手加減などせんぞ。バーカ、てめえはさっき、本気出すって言ってたじゃねえかよ。怒りに染まるアリオスを、ベノムが陽気に煽る。ベノムは今、自分をおとりにしていた。これでアリオスの隙が大きくなれば、仲間たちが動きやすくなるというものだ。口ではアリオスをバカにしているベノムだが、その実、一切油断はしていない。速やかに切断された黒爪を再生し、その意識をアリオスの動向に集中させていた。それも当然、ベノムは自分の能力を過信したりはしないのだ。悪魔に転生してから日が浅い上に、ディアブロという圧倒的存在に身の程を教え込まれているおかげで、徹底して客観的な視点から自身を見る癖が身についているからだ。さすがに厳しいな。この幸運が続くうちはともかく、実力では完全に負けてるぜ。そろそろバーニーと交代して、おとり役から攻撃手に専念したいもんだ。今回、ベノムがおとり役に任せられたのは、一番死ににくいと判断されたからだ。普段はバーニーがメインの盾役を演じているので、今回は変則的な役割分担になっていたのである。いわゆる回避盾というのが、ベノムに求められている役割だった。アリオスの攻撃は、受けたら終わり。だったら当たりにくく、万が一にも即死しないベノムが適任だと判断されたわけだ。つっても、もしも死んだら復活に数百年はかかるっぽいからな。マジで勘弁してほしいよ。などと考えつつ、ベノムは神経を研ぎ澄ませていくのだった。ベノムが本当は必死なのは、仲間であるバーニーたちも理解していた。だからこそ、慌てることなく連携をつなげていく。ミニッツは大技を連発して、アリオスの目を散らす役割だ。それが通じる通じないは関係なく、とにかく攻撃を途切れさせないのが目的なのだ。攻撃は最大の防御とはよく言ったもので、ミニッツがいるからベノムもうまく立ち回れているのだった。バーニーはサンダルフォンの影響力を小さくとどめている。これによって、ミニッツの攻撃が通用しやすくなるという側面もある。もちろんそれだけでなく、第二の盾役としても要所要所で攻撃を仕掛け、ミニッツが自由に動けるようにと気を配っていた。そしてジウは、本当の意味での切り札的存在となっている。ジウの運用はアリオスとは違って、ジウ本人しか隠れられない性質のものだった。だが、それで十分なのだ。戦闘で重宝するのは言うまでもない。小柄なジウは、アリオスの視界から消えた瞬間に能力スキルを発動させている。そして、アリオスが完全に油断したところを狙って、致命の一撃を繰り出すのだ。残念ながらそれで倒れるほどアリオスは弱くないのだが、それでも着実にダメージは蓄積されていった。まさに、一人一人の役割が意味を持ち、マサユキのラッキーフィールドの影響もあって、これ以上ないほど見事なコンボとなって作用しているのだった。アリオスは隠したが相手だと侮っていたが、本人も知らぬ間に窮地に陥っていたのである。バカな、この俺が押されているだと？いまいましく思う間にも、本格的に状況は悪化していく。そうとは気づかず翻弄されて、時間だけが過ぎていく。このままでは、エルドウェイの怒りを買うことになるだろう。それを重々承知しているだけに、アリオスは冷静さを失いどんどんと焦っていくのだった。今回はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。